結構最初の方からもうすごいなんかスタッフさんとかにみんなもともと知り合いだったのみたいな風に言われて全然違うんですけど、それくらいなんかキュッて仲良くなるのすごい早かったなと思いますね。でだからそこから割ともうなんかみんなを信頼し合ってできたからすごくやりやすかったし、ね、どうです、うん、そうです、そうです。演出家さんもすごい私たちに寄り添ってくれてたので、だからそういう部分もすごく大きくて、なんか結構の初めにね、リタの好きなね名前を言うちょっとそういうなんかシアターゲームみたいなのがあって、そういうのをやりながらも距離詰めていけたし、お芝居やりながらもだし、なんかやっぱりその役に入るとその役が仲いいからそれでも近くなれたっていうのはあるかもね。確かに、うんうんうん、あとなんかこう台本とか読んでたりとか、もう稽古始めて1ヶ月経っても台本離れない人とかもいるんですけど、1週間でみんな持ってなかったんですよ。もうすっごい話してたよね。そう、なんかもう舞台何回もいろんなの出させていただいたのはあったけど、こんなにみんながこんな作品を大好きで、こんなに熱くなってて真剣で尊敬できる人はいないってもう思って、なんかこんだけ女の子がたくさんいたらなんかグループができちゃったりとか、なんかこの子と合わないなって子がいたりしてもおかしくないなって思ってたんですけども、そういうの一切なくて、本当に私たちなんかずっと前から友達で、ずっと前からフランシュシュやってたんじゃないかなって思えるぐらい最初からなんかもう信頼できたし尊敬できたし、もう本番が楽しみで仕方なくて、だから舞台が一回できないって聞いた時もそんなわけないと、これをなくす大人はいないだろうと。そこでスタッフさんがって言って、でもね、スタッフさんも本当に同じ思いで、演出家さんも含めなんですけど、キャストだけじゃなくてスタッフさんもすごい作品愛が強くて、この子が好きだこの子が好きだっていうのをちゃんと言ってくれるし、なんか褒めてくれるし、みんなで盛り上げようっていうこのチーム全部が本当に好きだから、本当に絶対なくならないって信じてました。癒しでしょ。異論はない。異論はない。まだないもんな。癒しです、うん、癒しとダンスです。確かに教えてくれるし、ダンスね、もう先生だから。本当に先生、うん、他は他はでもなんだかんだ言ってなんかちょっとふわって空気がしたときに、よしやろうって言ってグレードは先ほどの気がする。イエーイ褒められると恥ずかしくなっちゃう。それが恥ずかしくなっちゃう。リーダーですね。そんな私そんな締めるところないんですよ。みんなしっかりしてるんだ。いやでもなんかりえちゃんがすごい愛ちゃんで、嬉しい、うんうんうん、一番りえちゃんって愛ちゃんだわって思う回数が多いかも。嬉しい、すごく嬉しいです。稽古中にしっかり者ってことですか。しっかり者ですね。お姉さん、お姉さん嬉しい。どうしよう。どうしよう、どうしよう。みんな無口になってくる。嬉しい。鈴木さんは、鈴木さんはなんか不安になった時に言うと肯定してくれるんですよ。なんか普通に普段の話とかでもなんか例えば今日メイクのノリ悪いんだよねとかって言っても、いやそんなことないよって褒めてくれる。めちゃくちゃさ、こんなに人のことを褒めてくれる人はいないってぐらいすごく褒めてくれるから、なんか肯定してくれる、なんか幸せな気持ちになれますね、うん、幸せをくれる、くれる。で本当に私めちゃめちゃ正直だから傷つけちゃう時はすごい傷つけちゃうタイプなの。いや正直になんかシワが増えましたねとかも言っちゃうタイプだから、本当に心からみんなのことを思ってるの多分それは。正直に言ってる。
でもね、そうあったよね、稽古中に何回かね、うん、そうやってはここそう話したよね。うん、そう、いつも褒めてくれるんで、なんかすごい幸せな気持ちになれるよねってね、うんうん、そう。でもそれはもうみんながいいから言葉が出ちゃうだけです。素直なだけなんだ。いやー、平原さんはゆうなちゃんは母性。母性、こっちの母性がくすぐられるって。ああ、そっちか。そう、すごく母性がくすぐられて、なんか守りたくなるみたいな感じ。でもあれだよね、はじめ稽古がその中断、舞台がなくなりましたって言った時にみんなでご飯に行ったんですけど、その時にゆうなちゃんは初めからずっとなんか怯えてるハムスターみたいだったって言われた。そう、怯えてる小動物に見えたんですよ最初で、なんかわかんないけど勝手に、あ、この子は守ってあげなきゃって思ったんです。もうなんか愛と純子のこの尊い感じが成立しちゃってるんだよね。そう、で、なんかあのこれはすごい見てほしいなってポイントとかでもあるんですけど、ちょっとその歌とか歌ったりとかするときに結構なんか新芽だったりとか近いことが多くて、うん、ってなったときにちょっとふって向くとなんかすごい嬉しそうにこっち見てくれるから、なんかすごい純愛のなんかいいところを舞台でもたくさん出せたらいいねっていう話をよくしてたんで、そういうとこはすごい見てほしいなと思います。佐藤さん、美だね。美美美しい美しさ担当。うん、うん、えなんか可愛い。可愛いよ。めちゃめちゃ喋るとかじゃないんですよ。確かに。でもなんかそれも夕霧さんとすごい似てるなって思うんですけど、ちょっとこう動いたりすると可愛さが生まれて、すごいなんか存在感がバッて出て花があるっていうか、動き一つ一つに目がいってしまうし、表情一つ一つになんかついつい顔見ちゃわない？いや見ちゃう、わかる。あのね、横とか向いてる時とか、一回稽古中断というか、なんか休憩に入った時とか、うん、横にいるとなんか見ちゃう。確かに綺麗だな、うん、なんかよくあるよね、こうダンスの休憩中とかもパッて見てて、あ、ごめん見ちゃってたみたいな、うん、あるある。顔綺麗とかさ、すごい立ち姿綺麗とか。確かに今日もだって、ミオが入ってきた時にうわ、おでこ綺麗今日はおでこ覚えられましたそれだったんだでもこうした時の、え、おでこ綺麗っていうのが、うん、なんかついつい見ちゃうんですよね。わかるわかる、うん、でもなんか意外と、負けず嫌いなところある。あー、私は知ってる。さっきもなんかオーディションの話でね、そうなんかちょっとね、私も見つけたんだ、見ようかな、ちょっとそういうところを見つけたから、うん、すっごいいっぱい喋るとかじゃないけど、喋、うん、ったらすごいあれだよね、ネチハするよね。喋んなきゃいいのにって言われる。喋っても好きだけど、喋んなきゃいいのにって言われちゃう。結構年齢で言ったらこの中で、下の方じゃないですか。そう、下から2番目。こんなに美人で、もうなんかスタイルも良くて、うん、なんかツンってしてそうに見えて、意外と喋るとなんか可愛らしいというか、そうなの、そうなの、すごいギャップがすごい、うん、みんな大好きだよね、うん、私好き、うん、ギャップです可愛い、可愛い。いや、あさみちゃんはもう不思議だよね。なんか本当にさやちゃんと近いなっていうのめちゃめちゃ思って、でもすっごい面白いよね。面白い、すごい面白い。なんか面白くない？100発100中って感じ。わかる、そう、なんかボソっていう一言がすっごい面白くて、うん、だからみんなをなんか笑わせてくれるんですけど、うん、なんか笑わせようとしては笑わせてないから、それがすごくなんかみんな面白くて、うん、ね、好きになっちゃう、うん、なんかたえちゃんのこの生前みんななんかこうだったっていうストーリーがあるじゃん、たえちゃんってないじゃん、うん、でもなんかたえちゃんだって思う、たえちゃんだったかなって思うね、うん、原作って思っちゃうぐらいたえちゃんだなってすごい、うん、リータはどうですか？なんかもうアニメの中のたえちゃんの普通にいそうな感じ、うんうんうん、やっぱそうだよね、なんかアニメに存在しそうな感じ、うん、美少女たちに言われて私は幸せ者です。こういうところ、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 こういうところ
ういうところじゃないはい、そうですね、あの一回延期になってしまって、で今回こんなに早いタイミングで改めて上演させていただけるっていうことが決まったのは本当に嬉しくて、たくさんのスタッフの方々だったり、あの待ってくださってるお客様だったり、本当にありがとうございます。もう立たせていただけるっていうことが決まったからには、もう全力でさらにこの自粛期間を経てパワーアップしたものを劇場でも配信でも同じ熱を感じていただけるように全員で頑張っていきたいと思ってますので、ぜひ9月5日、6日楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。はいはいはい、もう本当に私自身が本当に大好きな作品だし、大好きなキャストさんだし、大好きなチームだからこそ、こうやって改めて上演できることがすごい嬉しいし、お友達もそう、さっき好きだって言ってたんだけど、すごく楽しみにしてくれてる舞台だから、こう原作が好きな人にも私も大好きだし、がっかりされない舞台にする自信があるので、一生懸命本番を楽しみにしながら頑張っていきたいなと思います。頑張ります。はい、でははい、そうですね、私もこの一度その延期になってしまったけど、やっぱり私たちはゾンビらしく蘇ったので、で今回このプラスにすごく考えたら、お家でドーン公演もあるので、より多くの人に見てもらえるっていう意味で、すごく私たちも楽しみでワクワクがもう止まらないって感じたので、このワクワクを皆さんに熱量として届けられるように一生懸命頑張るので、ぜひ絶対に見てください。見てほしいです。お願いします。お願いします。ゆなちゃん。はい、そうですね、本当にごめん、ね、なんだ、うん、ここで喋るか言って、いや大丈夫、はい、本当にどうしても演じたかった役だし、やりたかった舞台でこの座組でやりたかったので、すごい本当に楽しみなんですけど、当たり前じゃないなってことがすごく身に染みた期間だったので、そのことに感謝しつつも、このね自粛期間を得てパワーアップした私たちをお届けできるように頑張りますので、皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ見ようか。はい、いやもう姉様方がね言ってくれたので本当その通りです。はい、だけどこう劇場に足を運びづらくなってしまった部分もあると思うんですけど、もう頑張って配信でも見られるように、お家でも見てもらえる、もう DVD で見てもらえるように、何見てもらえるように見てもらえるようになっているので、ぜひねこの7人とこの舞台に関わってくれている方たちがかける熱量、生き様を見ていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあリータ。はい、一回ダメになっちゃったけど、またこうやってみんなで集まれて、上演がまたできるってなったからこそ、なんかめっちゃ頑張りたいなって思ったので、本番は楽しんでみんなとワイワイやりながら頑張りたいと思います。ぜひ見に来てください。はい、じゃあ最後あさみちゃん。山田妙恵ちゃんの隣に一緒に歩けるように追いつけるように頑張るので、ぜひ来てください。お家でドン、配信でドン、お願いします。楽しみにしててください。お願いします。見ててお願いします。はい、ということで9月の5日、6日全4公演、皆さんお楽しみに待っていてください。バイバーイ。